これどっかでも言ったのかもしれないけど、僕はお客さんはもちろん大事ですよ。はい。だけどスタッフにもう一回吉田とゲーム作りたいって言ってもらえることの方が大事なんです。それは言ってもらえるかどうかです、僕が周りから。要は僕はどっちかっていうと、僕がやってる仕事を最もダイレクトに見てるのは一緒に現場でやってるみんななんですよ。だからもちろん、その例えばハドソン時代って新しいものを作るってことはチャレンジするってことでもある。そうですね。でもチャレンジってこっちの安定がなければ、安定の上でプラスのお金がないとチャレンジってできない。チャレンジして日の光が当たる人たちの裏には、チャレンジを支えている他の部署で稼ぎをしっかり取ってる人たちがいるんですよ。で、僕は仕事別どっちでもいいんです。作りたいものがそんなに正直あるわけじゃないんで。だから僕は頼まれればお給料もらってプロとして作ってるわけ。プロってお給料もらってるっていうのがプロだと思うんで、売れないタイトルというか、売れないタイトルの定義も難しいな。赤字じゃない限りそのタイトルは全部売れてるなんですよね。ああ、まあまあまあ、そうです。何十万とか何百万はあんま関係なくて、目標が15万本のタイトルで15万本の予算で組まれてるタイトル30万売ったら超売れてるわけですよ。そうですね。そうやってやってきたので、で辛いこともいっぱいありますよ、ゲームの開発って。だけどそのプロジェクトが終わった時に、次吉田どうすんの、僕先輩ばっかりだったんで、周りが、お前が何かやるっていうならやりたいんだけどとか、お前が考えるんだったらその乗りたいんだけどとか、何でもいい。それは売れる売れないとか、このジャンルこのジャンルじゃないにかかわらず、一緒にやりたいって言ってもらえることがプライドというかのつもりでやってきてたから、あの人が現場やるっていうならあの人と一緒にやりたいって言ってもらえることの方が価値がある。